皆さんこんばんは。ヒロインアンセムゼロの続きやっていきたいと思います。アナの宅急便です。宅急便さんからお、レターとか変えますね。パワーを貯めた後1回強力な攻撃できると、とりあえずこれを買いましょう。あとは、まあ、体力回復、攻撃力が一時的上昇、毒消し、必要になりそうですね。とりあえずこれ、火力が大事っていうのは思い知りましたので、これを買っときましょう。あとはまあ後でですね、また収録、この録画が終わった後とかにパパッとお金だけ集めておきましょうか。とりあえずセーブしとこう。はい、ではおばあちゃんの家に行きましょう。いや、意外と長いですね、やっぱこういう RPG ゲームっていうのは。さーて、ほいほい、ほいて、また嫌かったな、この野郎。もう認知を受けるのが日課になりますね、これは。イベントだ。ナイル朝出発画像、アクセサリー揃ってるか、準備 OK と。はいはいはい、姿見てみたいな。女子は空前絶後の一大スペクタクルだ。悪魔のナイル、距離見とれて自分の仕事さえ忘れるってこと。ああまあまあ、そんなとこ買いたいものがあるのを身につけるお守りを。お守りか、なるほどね。次の目標はお守り作りかな。まあ、その前に、どっぽのないよね。どこなんだ、フェンスの向こうないね。とりあえずおばあちゃんち行こうか。サリムの家、ワイン、ナイルや、夕食の準備はできてるよ。ジョシュアも一緒に食べな。これがサリムのおばあちゃんですね。ありがとう、おばあさん。よかった、お客さんを迎えての夕食は久しぶりだね。ナイル、アンゴラの星がどうして客なんだ。将来は我が家の。お、我が家の。いい加減にしろよ。え、何ですか。ワイン、お前がアクセサリーを作る姿を見ていると、お前の父親を思い出すよ。もう今作ってるのか。ここの部分は特に物語には入ってこないみたいですね。昔は凄腕の銀細工師で鍛冶屋だったんだ。もちろん素晴らしい戦士でもあった。お父さんの魂はきっとヴァルハナにあって、神々とお酒を飲み交わしている。ナイル、お前の父も母も60年に一度の天衆聖女にお前が選ばれたことを知れば、きっと誇りに思うだろう。60年に一度ってすごいですね。我が家のナイルが美しい娘に成長したとな。ええ、ワインもな、お前の父親もヴァルハナで今のお前の姿を見て安心してるだろう。またヴァルハナか。戦士の天国とかいう伝説を信じないわけじゃないけどよ、証拠も何もないのに幽霊とか神とか。でも死んだ後、本当に伝説のように戦乙女がこの魂を迎えに来るのなら、美人かどうか見てみたいな。いや、重要なのは美
人かどうかですね。お兄ちゃん、そんな言い方したら戦乙女様に失礼よ。私たちはバルハナの神々の庇護を受けているから、こうやって元気でいられるのよ。それに里を守ってもらっているのよ。だから絶対にそんなこと。わかったわかった、言ってみただけさ。いつもこの話になったらブツブツ説教垂れるのはやめろよ。ワインはワインなりの方法で神を敬っているんだよ。だからナイルもそんなに目くじらを立てるんじゃないよ。もうおばあちゃんはいつもお兄ちゃんに甘いんだから。お兄ちゃんは、あははは、ジョシュア、今回はオートから来たんだろ。ここまで順調に来れたかい？ん？ああ、おかげさまで無事に来れたよ。ただ遥か遠くの海にナインヘッドが現れたという噂を聞いたよ。ナインヘッド？九つの頭？サウダーシュ？サウダーシュ？ん？オート・フサルハイムからここに向かう途中、南の里でこんな噂が流れているのを聞いたんだ。教会一帯の樹海がどういうわけか、ゆっくりと浸食を受けて徐々に海中に沈んでいる。まずいね、それは。それと今まで存在しなかった悪魔のことも耳にした。突然大量の悪魔が現れてあちこちで危害を加えているって話だ。勝てるわけがないな。まさか最近ディアウルフがよく里に現れるのと関係しているというのか？それだけじゃない。樹海が沈没していることでアントラーの領地も小さくなっているようだ。そのうちなくなっちゃうな。それって太古の時代に樹海の周りに住んでいたっていうアントラーのことか？そうだ。聞いた話によるとアントラーたちは大々的に侵略を始めた。奴らが行くところはどこも大きな被害が出ている。生存者と最後まで抵抗した司祭たちを捕虜にして、ナインヘッドの生贄にした。なんてことだ。本当に残酷すぎるわ。そんな、それはどこの里の話なんだ？ゴアール。あれ、これ南の塔じゃなかった？ゴアールって。アントラーがこうしてあっという間に南の里を占領したのはどうやらブラッドアイの力を借りているようだ。ブラッドアイ、また新しいのか？ブラッドアイ、うん。伝説では世界の中心であり生命の木でもあるトラシルの前の守護者。ブラッドアイ一族、もう何十年も奴らに関する情報は聞いてなかったわ。ゴアールはウザートの盗難だったわね。盗難か。次向かうのそこかな。ふたかがアントラーじゃないか。俺たちの里はお飾りの花瓶なんかじゃないんだ。来るなら来てみろ、全部やっつけてやる。こら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 、ジョシアの話をちゃんと聞いてんのか？ブラッドアイ一族もアントラーに手を貸してんだよ。アントラーだけならなんとかなるが、もしブラッドアイ一族の正規軍まで相手になると。相当ブラッドアイ一族強いらしいですね。恐れるなって。何合いかは知らないが、攻撃してくるんだったら全部まとめて倒してやるよ。とにかく今回僕はナイルをフサルハイムに連れていくこととみんなにこの情報を伝えるために来たんだ。なるほど。ナイルは安全にフサルハイムに行けるのか？そこが重要だよね。行くまでの間に襲われちゃったらね。安心しろ、フサルハイムに戻るときは砕氷船に乗るんだ。ウザートの東の運河に沿って進んで黒金運河に出て帰る。とても安全だ。それに何かあったら僕が命を懸けてナイルを守る。キングドッポに秒殺にされちゃったんだけどな。
をかけるとか口にするんじゃねえよバカ女子や。二人とも俺に迷惑をかけるようなことはするなよ。ジョシュア、もし何かあったら必ず追いかけていって一発お見舞いするからな。ジョシュア、このことをできるだけ早くアイギス長老に報告してすぐに守りを固めるよう説明するんだよ。わかったかい？安心してください。明日の朝一番にアイギス長老に報告します。なるほど。ばあちゃん心配しすぎだよ。アントラーが攻めてきても俺がいるじゃないか。口が過ぎるよ。やっぱ相当ブラッドは一族強いらしいですね。いつまでも敵をやっつけることを考えてちゃいけないよ。本当の戦いは口で言うほど簡単なことじゃないんだから。そうだよね。私もお兄ちゃんが怪我するのを見たくないわ。うん。おい、アンゴラの星、フサルハイムの剣と盾、しっかりナイルを守るんだぞ。妹のことは頼んだぞ。わかったから。そんな怖い顔でこっちを見るなよ。ワインもな、森の番人の剣をむやみに振り回すなよ。よし、できたぞ。ナイルのお守り。お守りができたみたいですね。お守り？お兄ちゃんは根拠のないことは信じないんじゃなかったの？うん。ナイルは俺が戦乙女のことを敬ってないって責めて、みんなはヴァルハナの神々の庇護を受けているんだって言ってたよな。だから俺は罪滅ぼしの意味も込めてお守りに戦乙女の像を彫ったんだ。このお守りはきっとナイルを守ってくれるはずだ。どんなお守りなの？ナイルはきっと気に入るはずだ。わあ、すごく綺麗な鈴だわ。ありがとう、お兄ちゃん。戦乙女様のことでナイルはもうお兄ちゃんを責めたりはしないわ。ワインの彫刻の腕前はもう父親にも負けてないね。本当ね、すごく特別なネックレス。お父さんがお兄ちゃんに残したあのネックレスと同じくらい素敵。ナイル、お兄ちゃんのことが大好きだよ。こんな妹いいな。この言葉がなければな、ジョシュア。みんな少し休むことにしましょう。あなたたち男の子は寝なくてもいいけど、ナイルは寝の刻に体を清める準備をしなくちゃいけないからね。夜が明けたらフサルハイムの司祭たちがナイルを迎えに来るわ。そういう体調をしっかりと整えないとね。ねえお兄ちゃん、後で部屋に来てナイルの相手をしてくれない？なんでだ？それはこれからしばらくの間お兄ちゃんと会えないから。出発前日の最後の夜なんだから、お兄ちゃんはナイルのそばにいるの。それは、わかったよ。うわぁ、こんな妹いいなぁ。ジョシュアの好感度が下がっていく。プッツー、羨ましそうな顔してどうしたんだよ。僕は別に。さあ、ナイル、こっちへいらっしゃい。お前のためにお祈りをさせておくれ。今後しばらくは一緒にお祈りができないからね。ああ、偉大なる神々よ。そしてヴァルハナの戦士の英霊たちよ。尊き皆が世に広まり、我らは共にいざ褒めたたえん。ヴァルハナを与えしことはまさに我ら神々の異名なり。御心の天になるごとく万物の敬意を受け入れたまえ。我らは誠意の歯科で称賛する。この魂を救いたまえ。美酒金銀を献上して祈りを捧げん。ナイルと共にあらんことを。ナイルのために進むべき道に火を照らし、
ナイルを導きたまえ。ナイルの長い旅路での無事を守りたまえ。死の影の谷にも渦巻く汚水にも遮られぬように。ああ、偉大なる神々よ、そしてバルハナの戦士の英霊たちよ。この地の娘を守りたまえ、そして導きたまえ。この娘が羊の群れを導くように。神々よ、我らは地上の迷える子羊。我らは悪から逃れることはできませんが、誘惑を遠ざけることを求めます。我らはここでバルハナのすべての霊に祈りを捧げます。すべてが神々に帰されんことを。我らはここでバルハナのすべての霊に祈りを捧げます。すべてが神々に帰されんことを。よし、終わったよ。終わりましたね。おばあちゃん、ありがとう。お父さんやお母さんもナイルを守ってくれるはずよ。夜が明けて朝になったかな。父の地下室。おいワイン、司祭たちはもう略奪者の歌を歌い始めてるってばよ。うるさいな。お、なんかあるんでしょうかね、ワイン。命の木の枝が万物を育む。おい、なんだよ。やっぱ寂しいのかな。だからこんなところで何やってんだよ。さっさと行け。行かないよ。別に帰ってこれないわけでもないし、ナイルだってもう子供じゃないし、自分の面倒ぐらい自分で見れるさ。何バカなこと言ってんだよ。やっぱ寂しいんだろうな。だってそうだろうが、天衆聖女に選ばれたことはいいことだ。ウザートの女の子なら誰もが憧れる名誉なことだ。それにナイルにはジョシュアがついているしな。ちょっとやけにナイーブな感じですね。それと昨日は一晩中ナイルと一緒にいたし、兄としての役割は今日ここまでなんだ。そうしないと自立できない。自立だよ、わかるか。考えてみろよ。今はまだナイルのそばにいてやれるけど、フサルハイムに着いたらナイルはこの兄と一緒にいることができないだろう。だから今からナイルに兄がいないことに慣れさせるんだよ。ちゃんとワインもお兄ちゃんとしていろいろ考えてるんですね、妹のことを思って。その時になって風の精霊司祭たちに笑い者にされないためにもな。俺たちウザートの天衆聖女は頼りない女の子だって言われたら、ナイルだって面白くないはずだ。まあどっちにしろ儀式はもう始まる頃だろうから、今から言っても。おいワイン、いつからそんなおしゃべりになったんだよ。それに言ってる内容と表情が全く合ってねえし。確かにね、なんかやっぱ寂しいって感じがしますよね。主の二気を切り誘拐に埋め肥沃な土地とする。主の血を喰らい夕夜っていうのかな、なんか違う気がする、に注ぎ大会とする。主の細いまつげで飛び出た中央の教会を取り囲む。主の粉々の脳みそで満天に漂う卵雲を彩る。
略奪者の歌をずっと歌ってやがる。鬱陶しいな。何イライラしてんだよこのシスコン。この時代にシスコンなんて言葉があるのかな。それは違うよ。図星を疲れちゃったか。超スーパー大バカ野郎、まだ無駄口を叩くつもりかよ。ナイルのことが気になるんだったら今すぐ見送りに行けよ。こんなところでグズグズしやがって脳なしの森の番人じゃねえか、オカマ野郎。おい、言い過ぎじゃないのか。言い過ぎ？うん、そうだな、オカマ野郎だなんて。やっと気づいた。オカマに謝らないとな。ワインとオカマを比較したら完全にオカマに失礼だよ、クソ。一応ちゃんと後押ししてくれてるんでしょうけどね。こいつ、言葉遣いはあれですけど。喧嘩売ってんだな。てめえ、声が出かけりゃ偉いのか。ほら、かかってこい、ビビってたまるけ。こいつめえ、そうだよ。俺はシスコンだし、ナイルと別れるのが辛い。それが悪いのか。俺が恥ずかしがってたらダメなのか。やっと認めたな。そうしたいのならすぐにそうすればいいんだよ。兄が妹のことを思って何が恥ずかしいんだ、このヘッポコ。さあ、刺しで勝負しやがれ。まんま幻影無敵グジュレンキーだ。マジか。じゃあ俺は奥義邪気白山。そんな技あったの？バルハラの子は略奪者の子。戦うために生き、戦うために死ぬ。この歌詞、今の状況にぴったりだ。本当だ。暴風の海を逆流し、黄昏の時は終わりを告げる。その、モモ、ごめん、ちょっと意固地になってたよ。私もちょっと言い過ぎたな。それじゃあ行こうか。まだ間に合うかな。とにかく突っ込むか、船に飛び乗ればいいんだよ。戒律を破るのがワインの専門だろ。あ、船に飛び乗る、あ、そういうこと。森の番人がフサルハイまで行くってことか。よし、じゃあ急いで出発だ。なあ、そうだ。なんだ。ん、ありがとう。お、素直になった。つまんね。いい関係ですね。はい、ということで、ベッドか。とりあえず今回はここまでにしたいと思います。また次回お楽しみに。さよなら。